この道は新しい。どうやら答え、中から声が聞こえるぞ。うわ、安心しろ、先頭は俺が切る。中から尋常ではない気配がする。警戒を解かず戦う準備をしておけ。もしやこのトンネル、彼らが掘ってできたのかもしれない。あの門、元からあったのか。古き封印に続く道だ。誰かが止めなければ、彼らはあのまま掘り続け、封印の門を開けるだろう。まさか封印の中に何か。どうしよう、一般人は攻撃できない。まさか直々のお出ましと。貴様に封印された復讐がやっとできるわい。なるほど、あの子供はお前の力によって形成されたものか。しかし弱打竜を覚えているか。こうなったのは俺とお前の本意ではない。ザレ言死ね。難攻不落。大地の振り子は沈まらぬ。天へと前せいや。岩山八九せいや。属性を見下ろさずだはせいやついてこいな。難攻不落。くらえ。ふざけよ。へい、逃げ場はないぞ。やった、甘い。燃えろ。剣女盤石、天へと前。我を裏切る貴様が、また我を裏切るというのか。そう思うのなら、それも致し方ない。いつの時も記憶を持つ者は真実という重みを背負う。岩山八九は天へと前はっ、うん、やっせはっやいざせっ。無意味な抵抗、属性を見下ろさ、うん、早く燃えろ。降伏しろ。せえやっは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 っ
千年もの雪辱を剣女万弱渡すまたかわせなたせ逃げ場はないぞ天へと前もう慣れた食らえせみんながそばにいてくれれば絆降伏しろ抱きやがっ天道ここにあるもっと泣きわめていやヘイモラクス我を滅ぼすというのか岩山八九燃えろいざその身に受けるがよい天へと前へいさあはっはっへっへっよ無意味な抵抗いざ難攻不落属性を見下ろす千年もの雪辱をいや果たすこれでせ風が来たとくらえ燃えろよし難攻不落ふっはっふっへ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 っ乱闘技燃えろ勇者は山岳を知らず岩山八九全力攻撃追いつけない食らえ降伏しろ大地の天道万象沈まらぬ霊を与える虫けらが属性を見下ろさんモラクスかつて貴様に地下に封印された我がよもや千年後もまた貴様に宿命として受け取れジャクダ竜王宿命宿命宿命それが神の器とでも言うのか不要なものを違う貴様が忘れたのだこの声ジャクダえクンジャ久しいなモラクス貴様は一体見ての通りジャクダ竜王だ先の戦いの中お前は力を全て俺たちに使った仕方のないことこれが我の持つ全てだ真相を告げなかったのは悪かった旅人よ我も正確には我は完全なジャクダ竜王ではなくその一つの欠片に過ぎない天地陰陽両義我とそこの竜王をそのような存在だと思ってくれていい我らは皆ジャクダ竜王が二人もありえんまさか貴様は結界が緩み貴様の力が外界で子供の形を形成したそこで貴様は封印が緩んだことを利用しようとしたザレ言貴様が我の一部だという我は封印が緩んだ時に覚醒したもう一つの力我の意識は混沌であった自分が誰なのかも分からず沈龍石の一件で異変に気づいたが
もしお前の力がもう少し強ければ、もっと早くに気づけていたはずだ。貴様のせいではない。我はとっくに変わり果てた。あの長かった。若い人間と年老いた竜が知り得ない秘密。モラックス、貴様から言うか。どちらでも構わない。お前が決めろ。相変わらずだな。では我が言おう。ジャクダ竜王はもともと元神モラクスの友であり戦友であった。寿命も人岩の記憶は長くは持たない。残留できるのは魔王によってジャクダ竜王の思考は奪われ、旧友の面影も思い出せなくなった。かつて竜王は暴虐を尽くし、しかそれは人間が確かにそれは事実だ。だから貴様は双眼巨炎を攻撃し、当初領土を開拓し、魔王も我らをより獣のようにした。どれほどモラクスは自身の力を用いて我らの魔王を食い止めようと。だから我らは貴様となり、貴様の意志から我が生まれた。我は貴様の最後の契約、ジャクダ竜王とモラクスの契りを見届けるがいい。生き通ろうとも構わないが、否定はやめろ。我こそはジャクダ竜王の善意の断る。我はジャクダ竜王、元素結晶により生まれし者。モラクスは虫けらではない。虫けらの神なんぞ、虫けらも同然。貴様は忘れたのだ。モラクスを最も認めているのは貴様であり我でもある。貴様が忘れたことも我の心に天道万象三回家業高知生成三女。おかしい。なんだこの感覚は。これは貴様はとっくに枯れ果てた。我より先に消滅。春になれば荒野に雪が降り一瞬で溶けゆく。それが束の間で貴様。違う。その宿命でなくともすでに定められた子モラックス。あの女の子が完全に消えた。ジャクダ、もういいのか。自らけじめをつけたのだ。良くも悪くもない。モラクス、貴様今の名を勝利と言ったか。ああ。やはり我はモラクスと呼んだ方がしっくりくる。好きに呼ぶといい。貴様が我に与えたもの忘れん。大したことではない。気にするな。目が見えるものには分からんよ。盲目の竜が日の光を追い求める気持ちが。しかしモラクスがジャクダ竜王に目を授けたこと。そろそろ力が枯れ果てる。相変わらず察しがいいな。少し外を歩かないか。今やるべきは封印の外にいる甲府の救助では。そうだ。だからこそお前と外を歩き。それもそうだ。よかろう。ここに戻ってきたか。とにかく早くさっきの甲府の様子を見に行こう。お前たちここにいたのか。お前たちが残した手がかりをたどってやっとここに着いた。道中休んでいる将も見つけたからすぐに処置。ん？君主、お前
大したことではない。心配するな。その甲府たちなら洞窟の体力を使い果たしてはいるが、命に危険はない。よかったよかった。その人らをリーユエ港に連れて帰る。ああそうだ、我も一緒にいいか。問題ない。みんな俺らの仲間の命を救ってくれた恩人だ。要求に。フンジュ、違う、竜王、お前もリーユエ港に戻るのか。我ではない、この体のことだ。我が消えた後、この体の主人を甲府たちと一緒にリーユエに連れ帰るといい。君主は名将。お前は相変わらず。刀に目はなくとも職人。弱だ。俺はもう眼神ではない。ああ、すでに今の俺はただの平凡なリーユエ人だ。貴様ですらその一歩をたどるとはな。構わない。その日が来たとしても、リーユエ。元王帝君がいないリーユエは、本当。神がいなければ、ここは人の国だ。全ての命は、だが構わない。貴様は永寿命なら、お前の方。そうでなければ。冗談を。かつての双眼巨炎でのこと、ためらいはあったか。岩石には心がある。貴様は義を選んだが、神は。竜は天を震わせ地を動かす。だから我が生まれたのだ。どう取り繕おうが、我もリーユエの誕生を契約の神の友として、これが契約を全うする我の最後の感謝する。弱だ。我の命は無限に近い。永遠の時と共に続くだろう。行くのか。モラクス、縁があればいつの日か必ずまた会おう。おう、ああ、心配はいらない。眠っているだけだ。なんか変だぞ。突然別。俺たちとクンジュは確かに互いを知らない関係だ。ああ、もうかなり昔のことだ。前回の続きといこう。元王帝君は山々を一人でくぐり抜け、地の割れ目から聞いたこともない音を聞きました。リーユエの地下に住む古代の岩元素生物、そのほとんどは目が見えず、何千年も空を見たことがない。その音は歌のように悲しくもあれば、イカズチのように恐ろしくもありました。元王帝君は辺りを回り、岩層から奇妙な石を見つけました。それが弱田竜王だった。彼の望みに応え、俺が地上に連れて行った。元王帝君はその石を憐れみ、自らそれを本物と見まがう巨竜に掘り上げました。俺が彼によう見る両目を与え、契約を交わした。指を筆のように振るい、竜の目の玉をつけました。その瞬間、空に雷鳴が轟き、本物の竜が現れたではありませんか。俺は彼が地上の人々と生きることを認めた。しかし、彼が秩序を破れば、再び暗闇に封印することになる。その後、竜はいついかなる時も元王帝君のそばに仕え、一緒に戦いました。このような言葉があります。金石が砕かれ、埃を震わし、山と川を二つに裂いた。竜は命と目を与えられ、祝福の雨を大地にもたらした。
千年前、ジャクダは双眼巨炎を襲撃した。俺がそれを阻止し、沈龍石はその戦いで生まれたものだ。その対戦によって俺は彼は自らの意志で封印された。しかし魔猛によってそれす俺も逃れることはできない。ただ常人より力が強大であればあるほど魔猛がもたらす危険も大きい。幾千年も経てば岩ですら疲れ果てるだろう。自らの手で友を封印した。それも俺が経験した魔猛正しい道のために。しかし俺は人やっぱりリーユへのこと大したことではない。俺今回は助かったか。どういたしまして。なんだ。そうだ、危うくはこの前ダインスレイブってやつに会ったんだ。その人がオイラたちにカーンルイヤの勝利お前それを言うことはできない。なんでだ、なんで何も言えないんだよ。わかっている。しかしすまない。まさかそのこともお前の過去や。この契約は全てが始まる前に交わしたもの。そんな。俺はお前を友だと思っている。お前を失望させるのは俺の本意ではない。しかし契約の神としてこの契約を破ることはできない。こうなるって予想してたのか。お前はますますこの世界について分かってきたようだ。この大陸にはまだたくさんのことが。それらは長い時を経て、お前ならそれを証明するためにそのものへと向かう道の